皆さんこんにちは、れなです。今日ははしご酒をしたいと思います。でもただのはしご酒じゃなくて、こちらの1万円でどれだけはしご酒が2人でできるかどうかを挑戦してみたいと思います。れな所長の食欲で見ると3万円ぐらい必要じゃないですか。いや、ご飯の心配してないよ。タカのベロベロになるまでの飲む量が心配だよ。であれば1万円じゃ足りませんよね。だから私は食べ物を控えて、タカが飲むのを控えて、1万円で楽しい時間を楽しめるか。そうできたのが名古屋駅の近くの駅前横丁です。初めてなので何にもわからない。行きましょう。でもカラフルだよ。階段も可愛らしいね。2階も横丁営業中、いらっしゃいませ。お店はれなさんチョイスでいきますよ。はい、れなさんチョイスで。このはしご酒初心者のなんでここに選びましたか？入り口に近いし、雰囲気がいいし、単純ですね。席が空いてるし。じゃあ行きますか。何があるかまだわからないけど、1万円があります。まずはお酒だよね。なんかを飲みたいよね。お酒ですね。梅酒もあるけど、私はなんか生搾りのあれが欲しい。生搾り酎ハイ、うん、じゃあ俺はビールで頼みましょう。はい、はい、おすすめって何ですか？1しかないの。いちじくバターチーズとか。いちじくバターチーズ乾燥いちじくを、ウイスキーとお水につけて、それをバターで混ぜて固める。はい、それ一つください。タルタルなんですけど、タルタル自家製になってるんで、ラッキョのタルタルだったりとか。じゃあラッキョタルタル唐揚げと、はい、そのいちじくのやつ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ではでは乾杯。乾杯。ああ、おお、これすぐなくなるな。1枚しかないよ。クラッカーの上にイチジクのチーズが乗ってるみたいな感じ。すっごい美味しそう。私にデザートみたいだね。クリーミー。バターが本当にめっちゃ入ってるって感じ。すごい。あ、私遅かった。社長が部下にビールを入れることもありますよ。社長の入れてくれたビールは美味しいですよ。ありがとうございます。嬉しい。これマジでうまいね。デパ地下とかで売ったら絶対流行ると思うよ。ちなみに1階のお店でおすすめのお店とかってあります？私はその私のママがやってる立ち飲みのかき小屋さん。かき小屋。面白い。あ、そうなんですね。じゃあ後で行ってみようか。次は来ました。唐揚げ。うわ、うまそう。タルタルのソースが美味しそうだね。タルタルソースと言えるか。タルタルボリューミー唐揚げ。唐揚げはまあ唐揚げで美味しいけど、もう特別に美味しいのがタルタルがめっちゃやばい。タルタル止まりませんね。じゃあ情報最高だよ。これグレープフルーツサワー。50しかない動画やばすぎない？入れすぎた。一口で食べたの？見た目と違ってさっぱりしてる。イエス。ごく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 。やばー。ピリー。飲みっぷりですね、社長。今日ペロペロになるんじゃないですか。お会計しますか。まだお店何個もあるからね。すいません。お会計ください。ちょうど2100円でした。素晴らしい。まだいろんなお店に行けます。はい。お店一つ目すごい美味しかったし、みんなすごいいい人でした周りの人じゃあこのままとりあえず1階まで行って、さっきおすすめしてもらったお店にちょっと行ってみましょうか。これ裏口かな。イエス。2階はね、2年前にできたんだって。1階は昔からあるから、雰囲気がまるで違うね。盛り上がってますね。これがなんか昔ながらの飲み屋街って感じするね。これ本当にこれがおすすめされたお店だけど、隣のカラオケが盛り上がってすぎて、多分声も入らないし、著作権でも問題になってきそうな感じはするから、ちょっと諦める。違うお店探そう。じゃあ次はここがいいかな。横丁酒場よつばさん、ね、すげえいい感じ。じゃあレナのお酒は？はい。すいません。はい、注文いいですか？はい。このバナナの読めないけどバナナのあれをください。果実酒の。あとクラフトビールでこれ3つあるんですけど、はい、どんな違いがあります？違いはもう本当になんだろう、水もあんまわかんないですね。あ、でもこれ可愛いらしい。で、食べ物のおすすめとかありますか？おすすめってあります？おつまみで。しまき卵の。お、だし巻き卵いいね。この島味のごまだれをかけて食べるんですけど、はい。あ、じゃあそれ。その両方。クラフトビール、ポッピングシャチ、これ金シャチの。そう、可愛いよ。金シャチが見えてる。バナナ、果実酒。来ました、やった。お通しのもずく酢。レナさんの分も食べれますね。そう、2杯食べてください。ありがとうございます。ではでは、じゃあ金シャチとバナナ。2つ目のお店。乾杯。うん。すごっ。バナナをお酒で飲んでるみたいな。めちゃめちゃこれ香りいい。1つ目来ました。来ました。島味のごまだれ。これ食感がいい。うまいですか？外国人でも食べれるんだね、島味。何を言ってるの？私なら何でも食べれますよと言いたいけど、もずく酢は食べないから食べれませんよ。次のだし巻き卵も来ました。めっちゃうまそうじゃない？お、ふわふわ。あ、本当にだし。すごいね、これブリブリやんこれ。うわ、うまっ。これやば。焼きたてだから熱いけど、めっちゃ美味しいよこれ。トロトロだ、このトマト。トマトじゃない。卵。なんでトマト？最近は頭悪くなってる。もうだいぶお腹きましたよ。まだお金はいっぱい残ってますからね。1万円使い切るまで帰れませんですからね。あと2つぐらいはいけると思う。あと2軒ぐらいいける？もう2杯いきましたよ。いつもは1杯か2杯しかいかないよ。3杯、4杯はどうなるか、皆さん最後まで見ててください。絶対ペロペロになりますよ。すいません、お会計ください。お会計を。はい。4260円でした。残りもう計算できませんけど。残り。これを数えればいいのか。3500円ぐらい。まだありますね。はい。もう1軒ぐらいはいけます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。うまかったですね。美味しかったね。だし巻き卵、俺人生で一番うまかったかもしれない。たかだし巻き卵好きでしょ。オッケー、じゃあもう一軒行きましょう。相変わらず混んでますね。2回も満員ですね。なかなか入れるお店がありませんよ。そう。お、見つけましたか、レナさん。はい。かき小屋。あ、1軒目のお店の人からお勧めしてもらったところじゃん。かき小屋さん。八宮。行きましょうか。八宮。タカは何を飲む？何にしましょうね。かき黒ビールがあるよ。何それ？何かわかんないけど。あ、かきに合う黒ビールってことじゃない？味の黒ビールなわけないよね。注文したいんですけど。え、ちょっと。何を。顔きれいきれいしないと。うし、さっぱりしました。じゃあ頼みましょうか。はい、頼んでください。生ビールとシークワーサーサワー。あと食べ物が。オイル漬け1つとか1人前、トマトのピクルス、アサルの酒蒸しも、はい、お願いします。立ち飲み屋も久しぶりだね。楽しいよね。え、そのおじさんになってきたね、日本のおじさんになってきましたね。どんどんおじさんにされるよ。顔拭いてきましょうか。そうコップとサワーのコップセルフです。はい、オッケー、やってください。こっちがサワーだね。間違えるとバラうよ。はい、サワー出来上がり。はい、ありがとう。一応悪い。あ、ちょっと。はい。綺麗に入れて。おお。見てください。おお。高社員完璧な次みたい。はい。乾杯ね。乾杯。乾杯。あ、来ました。これトマトのピクルスで。お、甘っ。甘いの？甘っ。え、ぶどうみたい。え、何この卵。卵じゃないトマト。ダメだ。もう俺帰った方がいいかもしれない。マジでうまい。フルーツトマトって感じ。すごいこれ。牡蠣のオイル漬け。うん、そうだね。うん、なんか生と焼いてるみたいな。蒸してる。柔らかいけど、生じゃない。美味しい。さあ、これを食べるとお酒が進む。うん。お腹いっぱいでもこれだったら食べれる。お腹いっぱいじゃないし。え？来ました。アサリの酒蒸し。めっちゃ美味しそう。めちゃめちゃいい匂いする。香りが伝わらないのが動画のね、欠点だよね。めちゃめちゃいい匂いするもんね。こんなんうまいよね、絶対。熱いけどめっちゃ美味しい。なんかバターの何の香りだろうね。お酒。あ、お酒？バターの香りもするよ。すごい。ちょびちょび飲んでます。社長がちょびちょび飲んでます。いや、めっちゃ美味しいよこれ。バターの油が染み込んだ。バターじゃない。ほら入ってますよね。おい、バター入ってますよ。バカ舌ですね。バター入ってますよ。皆さん聞いてましたか？俺はバター入ってるって言いましたよ。バカ舌ですね。いた。これが DV ですよ。うまっ。バターの味しますか？今はするようになりましたか？誰も私の。そう、レナの今後の言うこと誰も信用しないよ。レナのうまいは本当に信用できるうまいかわからなくなってきたよ。これはもうラストガキ。オイル漬け。ラスト。オリーブオイルの甘さも入ってる。またいいことを言ってるね。そうそう、レナじゃわかんないオリーブオイルの甘さ。うまい。ごちそうさまでした。お会計ください。ちょうどじゃないですか。500、600見て。1000円残ってないぐらい。ちょうどいい。はい。ごちそうさまでした。はい。9000円ちょっとで3軒いけました。ということは900じゃ。900何円で何をしますか？コンビニで甘いものを買いに行きます。信じられません。なんで？じゃあ帰り道コンビニでデザート食べて1万円にしますか？そうだよ。行きましょう。デザート買いましたよ。多めに買いましたね、社長。結局使い切りましたね。これ710円だから残り200円。とろける杏仁豆腐とレアチーズレモンブランとチョコレートバーアーモンドアイス。全部社長一人で食べるということで、これはタカが今から食べる、これはレナが後で食べる。皆さんは今日食べた中で一番美味しそうだったものをコメントで教えてくださいね。ちなみに私は難しいね。全部美味しかった。いちじくのチーズもめっちゃ美味しかった。最初のね。卵の乗ってる唐揚げもめっちゃ美味しかったな。俺は地味にだし巻き卵に感動しましたよ。ああ、だからもう全部のお店の全部のご飯が美味しかった。この動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。